おはようございます。2017年、今日は12月の3日ですね。はい、もう、残すところ今年もわずかになってきました。本当に各地では、紅葉で、なんか赤く色が染まってきたり、もうクリスマスのね、あちらこちらで、お飾りが見えるかなと思っております。はい。では今日も、私とクイレちゃんで、〇〇コンビということで、放送させていただきます。よろしくお願いします。はい。はい。クイレちゃん、おはようございます。おはようございます。今日もまたよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい。クイレちゃんのね、横の方にこう、うっすらとこう、クリスマスのお飾りが見えるんですけれども、はい。いいですね。ちょっと見にくいけど。ボロボロですけどね。いやいやいや。まあね、私とこもずっとね、飾ったりとかして楽しんでたんですけど、うん、いつの頃か飾らなくなったんですけど、なぜなら、主人のとこの、孫が、2つぐらいの時、うん、なんか、クリスマスのお人形が怖いとか言い出して、あで、まあ、クリスマスの頃とかよく遊びに来たりしてたんで、で、もう飾らなくなったんですけれども。わかるような気がする。結構怖いもん、私とか。あ、そうなん？いや、昔のって顔怖いねん、結構。ああ、そうかな。もう今顔がないけどな。ああ、ねえ、なんかクリスマスってね、本当にその、なんか飾りで、なんかこう、お家の中がほんわか暖かくなるし、ね、私は子供の頃、なんかこう、よく、クリスマス会とかもね、家でね、してもらったりとかするのに、うん、ほら、キラキラと輝く、なんていうのかな、なんか、お飾りのこう、なんか、ループになってるやつ、キラキラと輝いてる、ピンクとか、ゴールドとか、なんかいろんな色のね、うん、ああいうのでこう、飾りしてもらう。どこか、なんかね、ろうそくの匂い。なんか甘い香りが、うん、してて、すごく好きやったわ。ね、昔はね、いろいろやってくれはったよねって。そうやね。そうやね。ほんとね。まあ、あまりこう私は構ってもらえなかった方やねんけれども、まあ、お友達とね、一緒にっていうので、まあ、何回か、クリスマスとかお誕生日とかね、そういうのしてもらった記憶があって、まあクリスマスだけなんかろうそくの甘い香りかなと、ほらケーキがね、まあまあまさにね、間違いなくそこやね、なんか甘い香りがね、好きやいいなと思って、子供の頃私は甘党じゃなかったんで、そうなんだ、うん、本当に、小学校の5年か6年ぐらいまでは。チョコレートとかビスケットとか好きじゃなかった。ああ、そうなんや。まあ、唯一食べるのって言ったら、クリスマスのケーキは好きやったね。なぜか。やっぱりそのそう、ね、うん、クリスマスっていうのが。私は好きやったね、やって。あ、そうなんや。だからこうなんやけど。いやいや、食べたら頭が痛くなるから、チョコレートとか。あ、そうなんや、うん。食べられへんかって。まあそういう思い込みかも分からへんし、で、まあ普段からご飯を食べろ食べろって言われて、結構カロリーの高いものをよく食べてたから、そうなんよ。おやつがチーズとか。そうなんだから。まあ、そうそうそう。まあね、いつの頃か食べるな食べるなって言われて。小さい時は食べろ食べろって言われて、もう本当にもうなんか食べるまでもう絶対許してもらわれへん的な感じ。あ、そうなんや。うん、騙されたと思って食べなさい。食べないってことがなかったけどね、私は。そうなんや。だから今でもか、おばとかに言われるのは、うん、あんたは3つの時から大人と同じ量のうどんを食べてたんや。そうなんや。しかもなんか、てんやもん取った時に、うん、あんただけは汁まで全部飲み干すのって言われて。3つからそうそう。今は飲み干さへんね。そうなんや。いや、おだし美味しいやん、おうどんのね。うん、いや、うん、美味しいねんけど、まあ3つからやっていいんやなと思って。ほんまやね。いや、私もなんか
初めてご飯食べるようになった頃に、うん、こんな小さな魚でって小さなお魚あんねんけど、そのお魚を一匹全部食べたっていうのが、もうお母さんにとったらもう、なんかもう本当になんていうの、勲章のようなもうしょっちゅう聞かされて、でも本当食べるまではもう本当に騙されたと思って食べなさいとか、もう散々食べろ食べろって言われて、で、うん、で小学6年生5年生ぐらいかなに、あの仲良くなったお友達がチョコレートが好きで、で私に、なんかルックチョコレートをね一粒くれたんですよ。で私ほらチョコレートとか食べへんかったけど、せっかく仲良くなったお友達が、食べてみって言ってくれたものやからね、まあちょっとこう食べたね、食べてで、まあ美味しいって初めこう自分に嘘ついて言ったかも分からへんけども、でもなんか美味しかって、で私ほら一人っ子やからね、クイラちゃんもそうやけど、ほら食べたいと思ったら全部食べれるやん。そうやね。開けたら全部自分のものやからな。そうやろ。うん。で、まあ、確実に母が取りに行くんだけどな、半分。そうなん、うん、うちなんか結構ほったらかしやったから、で、まあ、そのチョコレート買うぐらいは、まあ結構お母さんも、だからノート買うとかな、まあ、その、おやつ買うの、そんなに食べるなんて思ってないから、嫌いやと思ってたから、だから、ね、結構、自由に買って自由に食べてしてたら、あっという間にもうすあっという間にもうパンパンになって体が分かりやすい。そうそう、で心臓悪なって、ほら、うん、なんか急に超えるから負担がかかんねんね。うん、で小学校の後半は体操とかもう見学やったね。ほんまに、すごいな。もともとじゃあ体がちょっと弱かったのかもしれないね。うん、もうすごい健康有料児。そうなんや。うん、もうみんながこう、気持ちよく、まあ、ほら、お菓子は食べへんけども、もともとカロリーの高いもの食べてるから、ね、本当にふっくらしてたよね。もうガリガリになったことないもん。そうそう、私も生まれた時の写真、もう本当に生まれた時の写真は鼻も高くて、ちゃんとこう、まあ普通サイズっていうかちっちゃかったんやけど、まあそれから何週間かしてからずっともうまん丸やから。あ、そうなんや。まあね、私生まれた時から3000何百キロとかあったみたい。ほんまに？うん。だから、もううちは母はちょっと体が弱かったのかな。だから、で好き嫌いが多くて、自分が苦労したから。ああ、そうなんや。だからね、お腹にいてる時に点滴打ってもらいながら、養生したりとか、なんかね、結構大事に大事にしてね、産んでくれはったんやけどね、まさかね、こんなにまで育つとはね、お母さんも思ってなかった。お前な。自由し。生まれた時は2760g だったんかな。本当にもうちょっとで保育器、未熟児の保育器かなんかに入らなあかんかってとこやって、そう、生まれた時だけちっちゃかった。まあね、まあそれでもちっちゃかったからお母さんも一生懸命大きく育てようと思いはったかもからへんね。すぐ育ったと思うけど。そうね。そうやね。まあ、それはあるかもかれへんね。そう、私またね、すいません。ちょっと、この掲示板が見れないんですよ。で、ちょっと今、携帯でちょっと見れるようにしてみようかなと思って。多分今まだ何も私もやってんねんけど、私の、あんこさんと私の、コメントが入ったまま、そうですか、出てないと、二人ともほんで更新できてへんかったりして、笑うな、それやったら。うん。多分大丈夫だね。大丈夫だよね。あ、ちょっと間違えた。そうね、ちょっと待ってね、間違えたわ。大体、まあ、あんまり得意ではないもんな、私が。そう。まあ、ほんと最近は、うち主人の方が結構携帯私よりも使ってるかもかれん。ああ、そうなんよ。まあ、こういう、
こういうタイプのね、あの、携帯に変えてね、5月に変えはったんかな。うん、それから、うん、これになれるまですごく苦労して、まあ今でも、あの、分からへん分からへん言ってはるけれども、うん、でも。多分、あの、昔のっていうかね、ガラケーのやつよりは、すごく簡単になる。使いやすいね。うん。うん、で、いろいろこう、あの、使えるから、きっとちょっと面白かったりするよね。よく、あの、質問してるよ、携帯に。あ、そうなんや。うん、どこそこの行き方とかなんか。ああ、そうなんですね。うん、あ、そうや、どこそこの行き方で思い出した。あの、行ってきたよ、東京、この間のほら、夜出ただけに、ね、関東から、うん。もう、ずっとおのぼりさんやったわ。ああ、そうですか。まあ、私も本当に、東京は、あの、よくわからなくて、うん、あの、一番初め、あの、この、スピリチュアル TV の、カノンちゃんとゴロちゃんと、うん、東京駅で待ち合わせしたときに、うん、まあ、あの、まあ、その前も、まあ、何回かは行ってるんやけども、ね、あの、待ち合わせ場所にたどり着かなくて。そう。まあ、それは私、大阪駅でもやけどな。まあ、まあ、あり得るけど、私も。で、一生懸命こう、電話で確認しながらそっちへ行こうとすんねんけども、うん、もうさっぱり分からへん で、ちょうどなんかサミットかなんかでね、おまわりさんが、あの、たくさん、いてくれてはったから、ね、おまわりさんに、あの、こう、電話で聞きながら聞いて、ね、それでも意味分からへんから、で、おまわりさんに携帯電話渡して、そのおまわりさんが、まあ、あの、かのんちゃんたちと相談して、あっち行って言ってまあ、それでね、会えたっていう記憶があるんですけど、まあ、それからね、私も少し、あの、賢くなって、東京で待ち合わせするときは、東京駅じゃなくって、品川駅の方がいいかな、と。なるほど。もう少し、あの、コンパクトっていうかね、あの、わかりやすいところの方がね、いいなって思えるようになりましたね。なるほどね。あ、東京、どうでしたか？ね、うん、行く前に、お友達たちがね、うん、東京、まあ、関東の人は、あの、悪い意味じゃないよ。うん、みんな、こう、忙しいし、あと、こう、自分もだから地方から来たりとかしてる人が多いから、うん、道聞いてもなかなか教えてくれらへんよとか、うん、なんかこう聞けるような雰囲気じゃないよっていうことを聞いていったからどうしようと思っててんけど、うん、あのもうとりあえず分からへんから手当たり次第に聞いた。ああ、そうやね。ものすごい人数と喋っただから。ああ、そうやよね。分かる、うん。私もそうやったもん。本当に。もうあっちで聞き、うん、こっちで聞きね。うん。もうなんか、あの、人がこう、立ったはったら、そっと横に行って、すいません。うん、すいません、道を教えてほしいんですけど、って言ったら、みんな親切に教えてくれたんだよ。ま、東京の人、ひょっとしたら、聞く人多いから、うん、あの、教え慣れしてるかもかれへんね。そうやんな。でもなんかみんな、あの、浅草寺ちょっと行ってきたんやけど、うん、そこの方々もね、なんかもう人いっぱいやったんやんか、外人さんもいっぱいで。本当で、いっぱいやなと思って、でも、御朱印もらいに行くのに、こう、ちょこちょこっと横外れたら、ちょっとだけすいて、うん、で、ちょっと息をこう、ほっとついて、で、御朱印もらって、さあ、こっからどうやって帰るんやろうと思って。とりあえずくるくる見渡すねんけど、うんうん、外人さんがおっててさ、うんうんうん、だから関東弁で喋ってはるおばさまたちが3人いらっしゃってもうすかさぐぐあおいてすいませんこの電車に乗ってっていうかあの東京駅に帰りたいんですけどどうやったら帰れます言って、うん、なんかねすごいいっぱい線があるじゃない東京ってそうそうそう、うん、だからそれをあの今節丁寧に説明してもらって、うん、それでも、ほら、私たち、脳線切ってるし、私は脳線切ってるし、忘れるんやんか、言われたことをな、うんうんうん。だから、とりあえず左ですね、言って。この道、まっすぐ行って左ですね、だけ聞いて、歩いて、うん、そしてまた分からなくなったら人に聞くっていう。一番いい方法やね。そうでもすんごい歩いた。ああそうなんや。そうそう私も東京行ったらすごく歩くから、本当大阪はやっぱコンパクトやね。なんかね。うん。ま大阪もそうなんやな。そうそうそう。あんまりまあ電車乗ること少ないけれども、そうでもまあ東京に比べたらコンパクトやなと思うわね。
ああ、そうやな。うああ、でもすごい人やったわ。ーん。もう一回行きたいかって言われたら、行きたいかどうかはちょっとわからんけど、でも、うん、何やったっけ、環状線、うんうん、時間があるからさ、時間潰すのどうやって取るのと思って、環状線にひたすら乗ってたわ。東京の、うん、山手線。あ、そうなんや。そうやって電車乗る、元気があるからいいわ。座らなあかんから、どっかに。ああ、なるほど。私なんか電車乗ったらどこ行ってしまうか分からへんから、まあ、とりあえずちょっとじっとしとこうかな。そうか。くるくる。とりあえずそっから動かへんやつ。何時に帰ってきたんですか、最後の。家、京都駅着いたのが10時半ぐらい。おお。そしたら8時ぐらいの新幹線で。そう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 。まあ、8時ぐらいまでどっか行こうかなと思って、一応。そう、時間がね、すごい余ったから。うろうろした。で、帰りのね、3座席ある一番窓側やったのね、私の席が。で、大きいやん。で、早く行かなと思って行ってんけど、もう二人男の子が座ったはったよね。思わずすいませんって言って、もうほんまに一言だけ、チッチって言ったら、移動してくれはった。ごめんなって言って。ああ、窓際へ移動してくれはったよね。そうそう、もう私、そのまま、何、内側の席に座ったらいいだけで、優しいお二人でした。ああ、よかったね。あ、そっか、ね。よっぽど大変そうに見えたんやと思うよ、私。荷物はどんなやった？パソコンも持っていったよね。そうそうそう。まあ、コロコロで一応コンパクトにはしていったから、うんうん、そんなに大きくならずにいけたよ。うんうんうん。よかった。ねえ。さっき、サナさんかな？おはようございます。ね、はい、早速、メッセージありがとうございます。サナさん。ね、いいところを教えてくださいっていうことで、そうね、カード引いてみたいと思いますね。はい、ね、ぜひね。よいしょ。そう。よいしょ。私行くね。はい、どうぞ。ね、もしかしたら、よいしょ、子供さんとか、あとまあ自分より年下の人にね、この教えるのが、自分は下手やなって思ってるかもしれないんですけど、意外とね、まあ、子供さんと同じようにっていうかね、何でも挑戦できるし、あと、どうしようかなって思ってることは、飛び込む勇気を持ってはる人ね。そう、だから、悩んでることに対して、すごくこう、前向きに取り組んでいける人やと思う。で、あと、もう一つこれ、よいしょ。ね、一人で頑張りますよっていう数なんやけど、お友達とか、その、仲間と一緒にも頑張れるけど、自分一人で自分を高めていくことができる人。だから、すごくね、周りから見たときに、努力してへんのになんでできんやろうなとか、そんな風に見える人やと思いますよ。だから、いいところはと、そうね、この二つやね。ね、何年もこう、やろうと思うことを、こっちか、飛び込んでいける人で、そこに迷いがあったとしても、まあ行ったらなんとかなるやろうっていう思い切りのことができる人、そんな感じの人やね。はいはいはい、ありがとうございますね。そんな感じやね。じゃあほな、私書いてはれへんかったけど、ちょっと私もほな、まあ今に影響しているね、過去生でね、こんなことしてたよっていうような過去生ね、一つね、たくさんあるんですけれども、まあいいところね、その中からの一つは、まああなたのその感受性、豊かな心、いろんなものをあなたが受け取られたことをね、こう、まあエッセイっていうかね、そういうものに、したためるっていうかね、そういうことしてましたよって、まあ、言ったら、いろんなポエムであったりとかね、エッセイだったりとかね、そういうことをしてね、こう、なんていうか、人に、まあ、元気であったりとか、情緒であったりとか、そういうものを届けるようなことしてましたよっていう、そういう覚醒がありました。はい、よろしくお願いします。そう、本当ね、うん、まあ、こんな感じでね、なんていうのかな、
過去世でもなんかいっぱいこうなんか良かったな、楽しかったなっていう経験してきてるじゃないですか。うんうんうん、そういうのをね、ちょっと私はお伝えするようにしていて。なるほど。私もまあ、カードでも過去世見れるんですよね。うんうん、だから過去世で、まあ、経験したことと、あと、うん、まあ、死んでから分かったことってあるじゃない、うん、そう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 。それが結構大事だったりするから。そうそうそう。ね、うん、だから、そう。出したりとかってね。そうですよね。で、私この前、ちょっと他の方のセッションを受けに行って、でね、まあ、その方は、ちょっとま、こういうことに、ちょっと否定的やったんかどうか知らんけれども、私に自分を見てくれって言わったから、で、見てお伝えしたんですよ。で、なんかすごい、きらびやかなね、まあ、赤地にこう、金糸、銀糸とかいっぱい入ったようなね、着物を着て、まあ、多分中国か韓国か、そういう感じかなと思ったんですけど、で、頭はこう、ガンと言ってね、で、いっぱいかんざしさしてね。すごいな。そうやろ。で、で、前にこう人がこう、まあ、なんかいてね、椅子にデーンって座ってるような感じでね。で、でもね、なんかやっぱし見るからに重たそうやんか。つけてるものとか。で、自分自身も本当に重たくて身動き取られへんし、しんどいなと思ってて。ね、それはまあ亡くなってからね。で、まあ次はね、もっと身軽にね、もっとなんていうのかな、もう本当軽くね、で、特にそんな色のもん持たなくてもね、本当に心が豊かだったらね、本当に素晴らしいわよっていうことをね、みんなに導こうと思って、今回生まれて、っていうか、今回人生ね、生きようとされてますよっていうメッセージやったからさ、伝えたらさ、それはそっくりそのままあなたですって言われて。で、まあ、そうやれたらそうかなって、ちらっと思ったりとかもしたんやけど、まあ、そう、そうね。まあ、でも、うん、私らみたいに、こうやってこう人に対してね、うん、こう、まあ、例えば、過去世を言ったり、うん、あと、カードに出てるのはこういうことですよっていう話をするときって、うんうん、なんか、お客さんにもちろん喋ってるんやけど、うんうんうん、なんか自分にも必要なことやったりはするよね。そうそうそう、するする。本当だからそこら辺なんか、お客さんがリンクするというか。そうそう。で、なんかひょっとしたら、まあ私のガイドとかもね、うん、そういう方をちょっと今回引き寄せてみましたっていう。あ、そう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 。用意しましたよみたいな。そうそうそう。同じ感じね、みたいな。そう。で、まあ、そういう、先生、これあなたですよっていう言われ方して、で、うん、まあ、人の過去性見てるつもりでも自分の過去性ですよっていうようなこと言われて、で、ちょっとし、うん、そうなんかなと思ったりとかもちらっとして、してたんやけど、で、もう一人他の、方がいらっしゃって、うん、まあ、だいぶ話したからね、この人の過去性見てあげてくださいって言われたから、またその方の過去性見たんですけど、そしたらまあ、その方は、その過去性やったみたいで、別に私の過去性じゃなかったみたいで、うん、そうやね。だから、まあ、そういうもんかなって。まあ、そんなに、うん、だけど、まあ、そんなにまあ気にすることはないかなと思ったんですけど、まあ、結果的にはね、うん、たくさんね、まあ、セッションさせてもらっててね、うん、いろんな方がね、本当に良かったっていうふうに言ってくださるんで、まあ、だからほら、やっぱりね、人ってさ、時々、元気になる言葉が欲しい時ってないですか？で、で、私とこの前に来られる方は、もうほとんどの方は、やっぱりこう、なんか悩んでっていうか、ちょっとこう、やっぱりどうしようかなとか、そういう気持ちで座るじゃないですか、私たちの前にね。そういう方にね、なんかこう、結構きついことを言ってもね、余計気持ち落ちるじゃないですか。まあ、それを望んでる人もたくさんいてはるのは確かなんですけど、ね、まあ私、そのメッセージとしてたくさんいろんなメッセージがあって、こちらがそれをチョイスできるんだったら、ね、まあその方が、まあより元気になってね、で、そういう、輝いてるところってなかなか自分で認めにくいでしょう。
ああ、そうなのかな。そうよ。だって、なんかすごい、こんなんできるような気するけど、どうかなとか、ほら、ね。なんとなく、私こんなん、なんか人よりうまいような気するけど、ほら、そんな思ったらあかんのちゃうかなとかね。思みんいなま奥す。ゆかしいから。結構ね、謙虚ですよね。で、スコンとこう、私こんなんできるんや、とかっていう、っていうか、なんていうかな、そうすると、なんかダメですよっていうような教えもなかったですかね。そう、まあ、そうやね。なんか自分はできるとは、まあ、できるんやろうな、ぐらいは思ってて も、うん。あんまし人に言ったらあかんのかな、っていうことが多いかな。私でも結構ストレートになんか、そうやな、できるねんっては言ってしまうかも。でも、カードに関しては、うんうん。できるねんって思ったことはあんまりないかな。おお、そうだね。から結構、この仕事してるっていう、すごい、自分でもすごいなって思うけど、今はまあ、まあ、できるからやってるっていうのもあるけど、なんか、それをこう、カードができるから私やってますよって思ってやってたことはなかったような気がする、ずっと。そうなんや。いいんかな、これでいいかなっていう形でやってた。そうね。まあ、私はもう本当に、セッションするときだけはね、やっぱ自分にこう、自信持ってるっていうかね。今はそうやけどな。そう。だからもう、これはその方のメッセージとして、ちゃんとチョイスしてね、お願いして、お祈りして、で、受け取ってっていうことでさせてもらってると思って、信頼してやってるんやけどね。そう。だから、結構ね、私ほら、ちっちゃい時からカード持ってたから、ほんまに小学校とか幼稚園とかから持ってたかもしれんぐらい持ってるからさ、なんかそれがこう、一旦、なんか、小学生、中学生ぐらいの時にこう、なんか当たる気がしてって、まあ当たってたんだけど、当たるのが怖くてやめた記憶があって、そう、だから、それからしばらく封印してたからね。で、そう思ったら、それから30いくつになるまで全然触らなかったから。でもそこでちゃんと勉強して、もう一遍こう、やり始めた時になんかこう、またこれでいいかなとは思ってたけど、まあ、人をこうやって見るようになるきっかけをもらったりとかね、した人たちがいっぱいいて、なんか、そこら辺でなんか、私受け取れるんやなって、そう思ってからは結構自信を持ってやってる。そうやね。いや、やっぱり、このセッションするっていうのは、ある意味、その、時にしっかり自信とつながってなかったら、伝えきれへんから、そう、つながってるんやけども、ね。まあ、統計学とは違うねんからね。統計学的なものもね、それこそ本当に1秒違ってもね、大きく変わるかも分からへんし、まあ、よう分からへんけどね、やったことないんで。で、まあ、それはでも、なんかやっぱりこう、結構認めるっていう人多いじゃないですか。だけど、こう、リーディングとかチャネリングに関してはね、やっぱりこう、あまりこう、認めないよっていう、のが多いのかな。まあでもね、まあ、これは当たりますよとかっていうのでは言ってないつもりやねんけどね。まあでも、まあ、その人に必要なメッセージ、どんないいメッセージを伝えたところで、本人がこうって思わないと、意味がないしね。だから、そこが、私はこう、脳線切ってから良かったなとは思ってるけど、言葉の説明がほら、下手くそになったから。前はうまかったん？あと、多分もっといろんなボキャブラリーがあったと思うんやけど、だって。でもなんか最近こう、そんな説明が悪いけど、こんな感じって言ったら、ちゃんとみんなが自分の言葉に置き換えて、こういうことですねって言ってくれるから、そうそう、みたいな。なるほど。ね、まあね、パールさんもね、おはようございます。膝から足首にかけての、湿疹で、痒みがひどく広がっていろいろ試していますが、治らないんですかね。湿疹からのメッセージですね。はい、じゃあ、湿疹からのメッセージをね、まあ、今ね、これちょっと、メッセージとは関係ないんですけど、
私も湿疹出るんですよ。湿疹ってか、寝るとき。だから体温まるとね、ほら、乾燥してるじゃないですか。最近多いよね、それ。うん、うん、すっごく多いよ。え、誰が？うちの母とか。そうね。クイラちゃんはそんなことない。私は大丈夫やねんけど、うん、もう寝るときにかゆい人多いよね。あの、まあ、もともとほら、私、介護福祉士やったからね。うん、うん、うん。あの、うん、特にこう寒くなる季節は肌が痒くなる人多かったんやけど、うんうん、あのなんか破格で多いような気がするよ今周り、うんうんうん、そうそう、そう、そう、まあ、私もだからあのこの何日かなんですけど、うんうん、あの寝る前になるとあの足の膝から下ぐらい痒くて昨日も痒くてで、まあ、私の場合は究極あのお父さんがつけてるシーブリスなるほどな。うん、つけるのあたり。あとね、私はね、食べ物。ああ。お菓子とかね、食べるとね、かゆくなるんですね、これ。ああ、そうなんや。やっぱこう、いろんなこう、有毒なものっていうかね、ひょっとしたら、食べてるかも。で、まあ、昔はね、そんな平気やったんやけど、だんだんね、歳とともにというかね、敏感になってきて。ああ、確かにね。そっか。そう。まあ、パールさんはメッセージもらいますので。ね、湿疹からね、はい。メッセージ。はい。なるほど。湿疹からこういうのが出た。ね、まあ、これってほら、一人でこう探求していくってカードやけど、今、まあ、病院に行ってらっしゃるんだとは思うんですけど、あの、もうね、だって、原因が分からへんかったりとか、あと、まあ、治ると思ってて、治らないんであれば、まあ、まずは病院なんやけど、あの、自分で調べたりとかしてはると思うのね、ネットとか。うん。あの、そういうことの方が、なんかね、よいしょ。今、かかってるところの先生じゃない先生に行った方がいいんじゃないかな、っていう、うん、答えかな。で、あと、あの、まあ、その方々が言わはったことは、あの、そんなことって思わんと、真面目に、あの、やってみた方がいいと思います。で、はい、まあ、湿疹からというか、湿疹が独自でねっては思わへんから、まあ、あの、その湿疹を治すためにっていう感じかな。そういうメッセージですね。だから、自分で調べていくのが一つ、あと、病院の先生をちょっと、まあ、セカンドオピニオンみたいな形で変えていくのが一つ。あと、言われたことを、まあ、真面目にやってくださいってことだね。はい。それでさ、きっとマシになると思いますよ。はい。はい。じゃあ、ちょっと、私も、あの、私はちょっと、テディさんのこうカードを引いてみましたからね。ちょっと待ってくださいね。はい、着実な進歩だそうです。そういやまあかゆいっていうのもまあやっぱりこうあの着実な進歩でね、そうですね、したこととかしなかったこと後悔とかしないでくださいって、もっともっとこう自分自身を許さなければなりません。私も一緒やね。うん、そう。だから、こう、ちょっと言われたこととか気にしたりとかしてたんやけれども、でも、その後悔をすると、やっぱり体が辛くなりますから、いいですか？そして、あの、やったりやらなかったりっていうのはもう過去の問題なんで、それよりも前を向いて、もっと、こう、本当に自分に今できること、ね、笑顔であったりとか、ね、例えば、お茶を、一杯飲んで喜ぶとか、もうそういうね、心の栄養いっぱい取っていきましょうよって言ってますよ。そうすれば、本当に、そういう、こう、あの、食いてる暇に、人に、笑顔でいれば、周りも笑顔になってくるじゃないですか。ね。そして、自分自身が、本当にこう、豊かな心になるっていうことが、とても大切だなって思います。そうすればね、足が少し、あの、痒いのは、あ、ここは、血行が良くなってるのかな、とかね。ね。そしてちょっと、あ、お肌がちょっと乾燥気味かな、とかね。そういうことでね、優しく体をいたわって、触ってあげることもできるかな、と思います。パールさん、自分を許して大切に、優しくしましょうね。はい、以上です。一緒やね、なんかね。うん、同じやね。うんうん、まあ、あの、これはカートじゃなくて、介護福祉士の立場から言わせてもらうと、はい。はい。うん。あの、書くともっと痒くなるから、本当に。そう、ほんまやね。あの、
か書いたら書いただけでどんどん痒くなっていくから、なるほど、あの気を紛らすことが大事やね。なるほど、うん、あと体が温まったらね、やっぱしどうしてもこう代謝が良くなるっていうのがあって、それで痒くなったりするから、まあそういう時はちょっと今は寒いけど、あの氷で冷やしたりちょっとするとマシにはなるっていう感じかな。じゃあ、あのおすすめはシーブリースやったり。あ、ちょっとシュワーってね、ちょっとね、染みるんですけどね、かゆき。もう私、書いた後やから痛いな、これな。そう、あと2枚カードね、引いてたんでね。これはね、成功のカードですね、これ。そう、いや、かゆいっていうのは、ある意味成功なんですって。いいですか、そう、もう悪く考えない。そして、私たちの心の中には、ね、しっかり混ざってる、あ、私たちって言ってしまった、違う。パールさんの心の中には、そう、マザーテレサがいますよって、ね、ちゃんとね、応援してくれてます。ね、見守ってくれてます。ね、かゆいのも成功のね、ちょっと一歩手前的な、成功や的な、ね、そんな感じで。ね、もう、OK やね。ね、まあ、なんでも後々経験になってくるから。うん、そう、書いたらあかんし。ね、そうそう、いや、もう本当ね、あの、聞いてくださっててね、ありがたいね、こうやってね、番組ね、見ていただいて、うん、ありがとうございます。まあ、いや、私なんか日頃は寝てる時間帯やから。あ、そうなんや。夜遅いからどうしてもね。そうやね。まあ、うん、私も、でもまあ、もうこのぐらいの時間はもう起きてなあかんわ。そう。ああ、そうか、そうか。うん。よっぽどなんかの時は8時ぐらいでもね、お父ちゃんもね、寝かしといてくれるけどね。まあ、いい加減に起きなさいとか言われるしね。うん。そう。まあ、昨日はね、私ちょっとまた要塞をしてましたね、夜中にね。あなた。うん。まあ、今ね、ちょっと、あの、まあ、好きな人っていうかね、ちょっと、まあ、私にも塗ってって言われた人がいて、で、塗ってるんだけど、それがね、やっぱり、こう、ええ格好しようとするやんか。ね、いつもやったら、もうダーッと塗っちゃうねんけど、なんか変に、妙に緊張するから、帰ってなんかデコボコなんて、なんか帰っておかしくなってような気がして、なんか失敗するから生地は足らんようになってくるし、みたいな。まあ、なんとかね、気を取り直し取り直しね。まあ、それもまたね、いいかなとか思って、最後はちょっとね、クリーニング出そうかなと。そうなんや。そう、でも本当ね、まあ、ちょっとね、この1枚は結構すっごい何ヶ月もかかってるんだけど、っていうかね、結構前に、まあ、2着ほどパパッと作った後ね、ちょっとしばらくそれやり出してから止まってるんやけども、まあ、そう、あ、まあ、慌てんとこかなと思って、で、あとまたね、2枚ほどね、ちょっとね、冬用のね、ごっつい生地を買ってしまったんで、それが終わったら、ちょっと私のもう1枚縫って、でね、でまたこうお友達にも作ってあげるとか言ってしまってるから言ってしまってるから塗ったりとかして、まあでもね、今そうやってこうなんかゆっくりできる時間が、ゆっくりっていうかね、うん、その好きなことできる時間が、できたっていうのは嬉しいね。そうやね、やっぱ時間の使い方というか、その追われてるよりはね、自分でちょっと自分の時間を持った方がいいよね。そんな仕事してる人でもね。そうやね。うん。ね、まず大事やね。で、でも、ま、でも、やっぱり、こう、まだまだ、こう、やらなあかんこといっぱい山積みで、ね、うん、追いついてないんやけれども、うん。でも、できるだけちょっとぼーっとしたいときはぼーっとするのを許してる。うんうん。そうそうそう。だって、あの、その方が、まあ、効率悪いように見えるけど、うん、実際、こう、なんか、詰めてやってるときは、進んでるようで進んでなかったりするから。そうやね。うん。だから、その方が効率いいかもしれんからね。そうやね。もう何でもありが一番いいと思うよ。なんか、こうしなくちゃいけないとか、になっちゃうとしんどいし。うん、そうそう。あと、うん、そう、そうすると、なんか、自分自身でいられなくなるような気がする。うん。そうやね。ね。本当に、こう、あの、まあ、いいところ知ってますかのテーマなんですけど、これはね、さっきのパールさんのそのかゆいっていうのもね、いや、今ね、あの、もうね、それがあなたにとってのね、成功なんですよって言われちゃって、ね。うん。うん、で、そう、まあ、言われちゃってっていうかね、本当になんか、どんな時でもね、なんか必ずいい方にいてねなと思える、その気持ちがいいかなと思って。そうそうそう。ね、ほんまに、うん、あの、
自分が失敗したこととか、なんか、まあ、例えばこう病気したこととかね、うん、全部、あとあと、まあ、しといてよかったなっていう言い方はあれやけどね、うん、大変な病気もあるからね。うんうん、だけど、なんか、それが、うん、病気になったから人の気持ちがすごくわかるようになったとか、いろんな、こう、うん、変化っていうのがわかる、うんうん、ようになったりするからね。うんうん、そう、だから、いいと思いますよ。うん、ほんまやね。ね、うん、なんか、私もね、まあ、私たちって、まあ、頭、私、くも膜かな、私、クイラちゃんも脳出血、脳出血、脳出血。でね、まあ、沖縄のね、お友達でもっと私よりも若くて、本当に美しくて、ね、サロンもやってはってっていう人もね、この夏、脳出血されて、で、そう、彼女は左半身がちょっと今、不随のような状態で、でもね、まあ、すごいこう、人気のある人と、本当に、よくしてくださる方なんですよ。だから、みんなが、こう、日替わりのような感じでね、お見舞いに行ってて、で、彼女自身も、もう本当に、もう、辛いと思うんだけども、でもね、階段をね、一生懸命降りるリハビリをしたり、登ったり降りたり、だって左全然使えないんですよ。だけど、まあ、サポートみたいなのをすると、まあ、ちょっと、こう、どういうのかな、まあ、立てるっていうか、なんかな、だから、階段、でも、ほとんどこう、手の力でね、手すりをしっかり握って、やってはるような気するんだけれども、でもそういうのをね、またね、Facebook でアップしてくれはったりとかね、して、そういうのを見せていただくことができてね、まあ、見てる私たちがね、すごい元気もらってるんですけど、まあ、半身不随になった方でもね、なんか、時間をかけるとね、ちょっと戻ったりもすることもあるみたいやから、そうだから希望を持ってリハビリするってすごい大事みたいよ。そうなんか、そういう方でもなんか治った方がいらっしゃるみたいで、本も書かれてる方いらっしゃるみたいですよ。で、ね、まあでもなんかこうリハビリのところをこうまあFacebook で見せてもらってたんですけど、なんか電気を流すと、右手を動かしたら左手も動くんよね。あ、そうなんだね、うん。すごいね。人間の体ってすごいね。そうやね。ね。で、まあ、奇跡っていうのはね、ね、起きますもんね。そう。結構ね、楽しく、私すごく楽しくリハビリをしてたので、まあ、なんせ全部男の子やってね、担当の人が。ハーレムだったの。そう、すごい楽しくてさ、他の患者さんみんなも、なんかあまりにも私が楽しそうに喋ったり笑ったりしてるから、いつも元気やねーって、ということで、なんか明るくからいいわみたいな感じで、ね、言ってくれはったから、そう、なんかそういうリハビリを続けてる方が、なんか治りが早い気がしたね。そうやね。ね、彼女も、やっぱり、今日はイケメンとか言って、イケメン反応してはったわ。そうやろ、ね、それ大事やね。それ大事。うん。でも言われては、そこポイントやね。そう、ですね。まあ、私、まだ48ぐらいやったから、その日。普通は、そのぐらいの年の人は、男の子はつかないんですって言わはって。なんで？なんでって言ったら、いや、体重がねって、あまりにも大きくって、その転院したんよ、大阪に倒れて、京都に帰ってきたんやけど、転院したとこの病院が、なんか前の病院から、体重がこんだけありますよっていうのが来て、まあ、それしか情報がなかったみたいな感じだったんで、で、きっと、まあ、半身不随だとか、どこか支障があるやろうと、で、この体重の人が倒れたら、でもじゃないけど、介護しなあかんこともあるから、だから、力持ちの男の子たちが3人で、僕たちが担当ですよね。特別にって言ってくれたよ。で、行ってみたら、立てるし歩けるし、半身不随でもないし、まあでも、担当になったから、ずっとその子たちが付き合ってくれたから。どんなリハビリするんですか？
私、失語症やったので、ああ、なるほど。言葉の練習とか、うん、あと、そうだね、あいうえおの、例えば、そうね、歯がつくものを1分間に10個以上言ってとか、うん、そうそう、いろいろやったんやけど、今の方がまだ言えるかなとは思うけど、うん、でもなんか、突然言われたらできひんかった。ああ、できひんよね。もう、わかるわかる。となんかこう、新聞を読んで、自分で読んで記憶することもあったら、読んでもらって記憶、うん、拾ってるけど、結構なんかね、自分が今までできたことができひんって怖いよ。そうやね。いや、まあね、ほんとね、わかるわ。いや、私がさ、今年、膝の靭帯が、切れたじゃないですか。で、まあ、まだね、1ヶ月に1回病院来てくださいって言ってはるから、まあ、先月行くの忘れたけど、まあ、また行かなあかんなと思ってんだけどね。で、あ、なんだちがこうやってきっちりもう病院通ってるかって言ったら、まあ、やっぱりさ、怖くて、膝曲げたりできひんやん。ああ。どこまでちゃんと曲げていいのかとかね。それをね、なかなか言ってくれへんねんね、病院もね。で、今、サポーターして普段、なんかこう、生活しなさいって言われてるから、そのサポーターはめた中で動く範囲内って言って、ほとんど動けへんからね、サポーターはめたらね。ああ、そうなんだ。うん、だからもう家でちょっと申し訳ないけど、サポーターすると血行が止まるし、やっぱりね。で、止まるぐらい、きつく締めへんかったら、ズソンと落ちてくるし。うん、難しいな。そうやねんで、まあ、そんな感じでしてんねんけど、まあね、うん、まあちょっと、また週明けぐらいに行って、できたら、その、動かせる、ね、どこまで私が膝曲げてええんかなっていうのをちゃんと確認しとかないとね。そう、だから、その、たかがね、その曲げる曲げられへんだけの子とか向かれへんねんけれども、でもやっぱりね、やりづらいよ。まあ、そうやろうね、うん。私は、まあ、体重が重たかったから、膝悪いねんけど、うん、曲がらへんねんか。だから、その、いざ立つときとか、うん、なんか急に、私、地べたに座るの好きやから、地べたに座るの、うん、椅子じゃなくって、うん、床に座るのが好きやからね、うん、お家で床に座ってて、さあ、立とうって思ったときに、まあ、自分のやり方があんねんけど、うんでも、こう、急に立つって言ったら、すごい難しいねんか。よっこいしょ、みたいな感じやからね。だから、膝はね、大事やと思うよ、すごく。だから、ね、どこまで曲がる、どこまでやったらいいっていうのは、すごい怖いと思うけど、ちゃんと。そう、うん、ちゃんとね、聞いてしとかないと、うん、まあ、多分、正座はね、できひんのかなと思うけど、もともと正座はね、嫌いやったんですよ、私ね。なるほど。子供の頃に、うち母がお茶とかやっててね。で、もうね、もう本当に、私にはもう涙のお茶で。やらされてた。そう、さっき言ったように、子供の小学校の頃、急に超えてね、心臓も悪くなったって言ったけど、その頃、やっぱり足にも水が溜まったんですよ。ああ、そう。ほんまに急に太ったんね。そうそうそう、うん。で、そしたら、膝の昔やからね、お医者さんはね、水抜きはんねんね。うん、水抜いて、そこになんかお薬入れるような感じしはって、うん、それ小学校の子が自分で、しょっちゅう病院行ってね、したりすんねんけど、それでもね、うちね、お茶はね、やりなさいって言われて、やってたから、ね。結構、そういうのは、お母さんを自分のやりたいと思ったらね、まあ、私は、やってましたけどね。そうか。そうね。まあ、さっきね、このテーマね、自分のいいとこ知ってますか?やけどね。そうやって、私も、親に、まあ、言ったら、どういうのかな、合わせないと生きてくれなかったっていうかね。ところがあって、で、ただ合わせてるだけやったらしんどいでしょう。だから、もうそう、自分がそれ望んでるんやっていうふうに思おうとしてたかもわからへんし。なるほど。ね。なんかこう、自分を繕うことがもうね、身についてしまってて。
なかなか、うん、私もこうセッションさせてもらってて、あのクライアントさんが、あのなんか好きなことありますかって聞いたとき、いや何が好きか分かりませんっていう方、うん、あの本当に、泣きながら言う人もいて、ね、うん、あの、子供の頃あのすごいいい子やったん違いますかって言ったら、ほとんどの人が、あのまあ、長女やったりとかね、なんかね、なんかいい子やって言われてきましたっていう風な方がね、多かったと思うんですけど、うん、あ、そうなんですね。まあ、私はいい子とは言われてなかったんですけど、ね、そうなんや。わがままやって言われてたんですけど、あ、そうなんや。うん、でもね、本当はね、このね、あの、ペンが欲しいのにね、うん、一生懸命、これは絶対言われへんねん。これお母さんとかね、そういう絶対こう自分のタブーなものやから言われへん。だから、全然違うものをね、欲しい欲しいって言って。で、あれ欲しい、これ欲しいって。でも、全然欲しくないものっていうか、そんなに、あの、まあ、ちょっといいかなって思う程度のものやから、ね、だだっこ、で、だだっこ寝るけど、ね、手に入ったら別にそれ興味ないんですよ。だから、また違うものが欲しくなるんですかね。なんか、そういうところで、こう自分の一番欲しいものがもう見えないように自分でしてしまってて。で、それは、その習慣は、正直、今もまだなお、私のどこかに残っている。ああ、そうなんや。うん。うん、だから、私が、今この、イベントをやめて、自分を解放してる、まだ最中やねんけれども、だから、自分に正直に、自分に素直に、うん、なろうとして、一生懸命してんねんけどね。そうなんよね、うん。私は結構、ちっちゃい時からね、ダダをこねるっていう風なことがなかって、うん、で、それは我慢してるとかじゃなくて、うん、こう、自分がほんまに好きなのはこれやから、うん、まあ、そのペンがあったとしたら、ペンしか欲しくない人なんやが。それをちゃんとはっきり、言うことができたよね。あ、でも、それを、周りに人がいないから言わないだけで。ああ。そうそう。でも、私が欲しいのはあれやし、だから、他のものはいらないって思う。うんうんうん、すごい、こう、単純明快な子やったな。うん。だから、何が欲しいかって聞かれると、ほんまにこう欲しいものがないときすごく困ったことがある。うん、おばあちゃんとか、こう、ほら、月一回とかね、遊んでたら、なんか、買い物行くとね、なんか買ったろかって言って、いつも買ってくれはんねんけど、それがだんだん普通になってくる。あったらなんかそれを聞かれるし、欲しいも今ないのに何にもないって言うと、なんか、せっかく買ったろって言ってるのにって言われるし、それが嫌だったか覚えてる。ねえ。ねえ、面白いね。ねえ、まあ私なんかはやっぱ家庭が欲しかったから、ね。だから、私のね、こう、洋服ダンスっていうか、引き出しがあるじゃないですか。その一番下のね、一番大きい引き出しのところにね、私のね、夢の家があってね。で、お人形さんは、まあ、いっぱいね、買うことができるから、このちっちゃなお人形さんいっぱい持ってて、で、そこは言ったら、リカちゃんハウスとか昔あるじゃないですか。そんな感じの、もう、一番大きい引き出しやから、結構大きいねんけどね。そこに、その私の、家があるんですよ。ね、そう、お父さんがいて、お母さんがいて、で、子供たちがいてっていうようなね、そういうね、家の、あれをね、私が持ってたっていうのをね、この前、幼馴染み、とね、久しぶりに会ってて、で、その話が出て思い出した。あ、そうなんや。で、私の好きなテレビがサザエさんやったりね。ああ、家族ものな。そうそうそう。だからそれをね、やっぱり望んでたんやけど、まあ結局、まあ私は、家庭を持つことができなくて、で、結婚は、だから本当に、するなんて思ってなかったけれども、うん、でも、やっぱり、母の介護の時にね、うちの今の主人がね、本当に力になってくれたりね、まあ私の一番大事なそのお母さんを、ね、まあ私よりいい人やっていうふうに言ってくれたりね、そういうので、なんかこう、まあ、結婚させてもらったんやけれども、うん。うん、そうか。ね、カモさんから来てるよ。はいはい。カモさん。
たね。ちょっとごめんなさい、ペラペラ喋っててね。カモさんね。おはようございますって。あ、はい、おはようございます。はい。感覚を生かして、企業に情報、これにちょっと、見えへんねんな。中割りに思うかな、うんうん。うん。おはようございますって、先日の番組で、これ29日かな、うん、この間の水曜日の、うん、番組にいただいてたやつだと思うけど、うんうん、スピリチュアルな感覚を生かして、企業に情報提供する仕事について教えていただきました、うん。お客さんについてですが、以前勤めていた大きな会社と取引ができないかなと考えています。うん、うまくいきますかっていうことをね、聞きたいんですって、うん。よろしくお願いします、うん、って来てますね。うん、そんなことクイレちゃんが伝えたの？こういうスピリチュアルな感覚を生かして仕事をしたいんですけどっていうことの、依頼が来てた来てた。あ、本当、うん、もうあの日も結構忙しくて、3人がもう自分の担当のとこを必死こいでやってたから。あ、そっか。鑑定団の時やね。そう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 、ね、うまいこと言ったらいいね。ちょっと待ってね、うんうん。なるほどね。スピリチュアルな感覚を生かして企業に情報提供する仕事。うん、これなかなかちょっとね、どうやろうね。新しい感覚もね。うん。よいしょ。そう、これはごめん、さっき言うね。うん、この間も多分言ってたと思うのがちょっと一つ出てて、はい、やっぱね、新しい感覚の企業になるじゃないですか、うんうん、スピリチュアルな感覚っていうことで、ね、うんうんうん、スピリチュアルっていうのをね、こうバーンって前に出したときに、すごくこう、うん、信じない人もいるし、うんうん、で、そういうことで、こうなかなか一般的には進みにくいけれども、うんうん、それでも少しずつ少しずつ見方が変わってきているので、うんうんうん、その仕事としては大丈夫じゃないかなっていうふうに思うのとね、あとその以前の、大きな会社との、ね、取引ができないかなっていうことはね、うん、今すぐっていうか会社を始めてすぐにはちょっと難しい、うんうん、感じがします、うん、でもそうね、うん、ゆくゆくは、最終的なカードがこれね、うんうん、ゆくゆくはちゃんとつながっていくし、あと願望成就のカードも出てるんですね。うんうん、私のこれの顔、下手くそな声で。願望成就のカードも出てる。ちゃんと正位置で出てるから、そうね、起業してすぐには無理。でも、あなたが一生懸命頑張ってる姿を周りも見てるし、あと、最初はもしかしたら、お昼間の起業はなかなか、手を出しにくいんじゃないかなっていう、その太陽のカードがね、逆向いて出てるのね。これお日様の、 その下じゃないってことやから、夜っていう感じになるから、夜の企業の方が受け取りやすいかなとは思うね。うん、そうそう。でも、その大きな企業もゆくゆくはちゃんとお客さんになるような気配があるので、そうね、お友達とかその関係は続けといた方がいいよ、絶対。で、こんなことしてるねぐらいをね、喋っといて、で、そのうちこう、誰かがね、興味を出して、それってどういうことなんって聞いてきはるようになるまで、ちょっとしばらく我慢が必要ですね。はい、以上です。はい。私の方は、やっぱりこう、こういうカードが出てきましたね。天はあなたを見守っていますよっていうカードやね。はい。そう、ちゃんとね、あなたのことを見ていますよって。そして、信じましょうって言っています。あと、自分の気持ちを認めていきましょうって言ってますね。安心して、自分の気持ちを認めていきましょう。自分の気持ちをね。そう。そうすると、いい方に繋がっていきます。前が見えていきますよっていうことを言ってて。これね、企業っていうのはね、リーディングとかチャネリングとか、こういうことを
ていくのは難しい、ところがあってね。で、うちの、あの、まあ、おじいも、まあ、会社、男性はね、会社経営したりとかするじゃないですか。うん、そしたら、こういう感覚のことはもう一切タブー。で、まあ、初めは私にも、あの、そういうこと世間で言わないようにっていうふうに言われてたんやけれども、うん、まあ、うん、だから、そうやね、まあ、大企業とかになってくるとね、そういうお年寄り的な感覚の方も多いところやし、するから、なかなかこう、あの、公な感覚では認められへんかなと思うんやけど、また、まあ、言ったら、まあ、カラーとかね、あの、カラーセラピーとかね、あと、まあ、コーティングとかね、要するに自分の目的を、あの、達成するためにはっていうようなね、そういうものとか、まあ、数秘ぐらいね、数秘とかね、そういう、まあ、占いやね、あれはね、あれは占いっていうんですけどね、数秘は、統計学っていうんですけどね、まあ、カラーセラピーとか、そういうものとかやったら、まだ、受け取りやすいっていうかね、まあ、言ったら、企業やったら、お客様に対して接するときの、言ったら、ちょっと色使いであったりとか、ね、お客様が、見たときの、そういう、なんていうかな、色を見て、ある程度、こう、ちょっとね、その方の、ちょっとまあ、イメージをつかむとかね、そういうところから、スピリチュアル。っていうかね、心に関することで、なんか伝わっていくものがあるのかなとか、あと、まあ、かな、まあ、いきなりこう、まあ、そのスピリチュアルもいろんなあれがあるから、ね、出し方によるよね、そうそうそう、あの、メニューをね、うまいこと決めたらいいんやと思うよ、その、そう、うん、あの、企業にまあ提案っていうことやけど、うんうん、あの、まあ、企業の人全員に提案するわけじゃなくて、うん、例えばあの社長さんクラスの人は、うん、あの社員にはね自分がそんなとこ行ってるとは多分全然言わらへんとは思うねんけど、でも占いに行きはる人多いと思うよ、私。だから、うん、あのスピリチュアルな感覚をあの必要としてはる人はいると思う、うん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 、ただその会社全体になんかあの こんな人が来はりますっていう形はなかなかできへんねんけど、うんうんうん、でもなんかあの人を見るとき、この人はどうなんやろうっていうのを見るときっていうのはやっぱそういうところに頼ったりしはるからね、うんうん、そうやね、あとその自分の直感を信頼するといいですよっていうことであったりとかね、だってほら、うん、あの企業の社長さんが神社回りっていうかね、うん、そういうのをきっちりしはる人多いじゃない、うんうん、あれも そういう感覚を持ってはる、ね、人だったりもするわけだから、うん、だからね、うん、結構あの黙ってはるけど、うん、あの人には言わへんけど、そういうことしはる人いっぱいいるから、はい、あのこういうカードが出てますから、はい、ね、こういうカードね、こういうカードね、もう信頼してあなたの神はちゃんと見守ってますから、ね、大丈夫ですよってね。でもまあ、タイミングもあるしね。うん。ね。うん。で、また切り出し方もあるしね。うん。うん、そうそう。まあ、ね、最初は様子見をね、どうしてもするから、みんな。そうやね。うん。あ、まあ本当ね、あの、島袋千鶴子先生とかでもね、あの、まあ、私の沖縄のね、知り合いの、あの、先生なんですけれども、やっぱりこう、海外からでもね、先生とこ見てもらいに来はったりしはるからね。ね、そうなんやね、うん。そう。だからやっぱりこう、あの、まあ、呼ばれて、行かれたりとかされるんで、ね、まあ、そういうこともまた多分つながっていくと思いますから、カモさんも頑張ってくださいね。ね、くださいね。ね、はい、楽しみだ。ね、ね、ありがとうございます。ね、ね、なんかなかなかね、これがね、動かない。ちょっとね、少し動いてきたかな。これすっごい時間かかったかな。そうなんや。うん、あのホテルでやるときは、うん、あの、
うん、ここ更新をねかけるんやけどかからへんくて電話でないと更新できなくて。あ、そうやったんや。大変やったな、うん、あの時な。うん、いやもうとりあえず最近ありがたいことにいろいろとみんながこうねコメントとかくださるから、うん、ね、うん、嬉しい。大盛況さ、みんな本当本当ね、ありがとうございますね、本当ね。田中A さんですね、今私はスピリチュアルに興味あるんだが私に向いているのか見てください。はい、うんうん、はい、田中 A さんですね。はい、じゃあでね、クレちゃんとね私で見ていきますね。これやってる間ってさ、うん、放送事故にはならへんの？なれへん。もうこれあのちょっと目になったわ今。やってるのもあの全部事故ってどういう意味？え、なんかほら例えば6分間、あ、6じゃない、6秒間黙ってると放送事故になるとかって。本当？ああ、へん、うん、いや知らなかった。そうですか。ね、うん、そうだからなんかちょっとなんていうの、2人ともが一生懸命こうやってるときは、うん、一瞬大丈夫かなと思って。大丈夫よ。まあ、今ちょっと、じゃあ、クイラちゃんに見てもらいましょうね、先にね。はい、うん、ね。でもね、うん、あ、じゃあ私が A さんにさっきお答えしときますね。はい。あなたが、A さんが興味がある、なんか気になるなっていうことは、イコール向いてるんですよ。だから、スピリチュアルっていうのは、やっぱりこう、魂のね、やっぱりこう、まあ、ひらめきっていうか、魂のなんか、ちょっと、だから、三次元的ではない、ところに、接するところかなとか思ったりするんですけれども、まあ、私たちは大なかれ少なかれみんなスピリチュアルですよねということで。ああ、そうね、はい、それはそうやんな、うんうん、さあ出ましたか、クイレちゃん。出たよ。はい、じゃあね、一番最初このカードです。剣がいっぱいに、ね、出てるカードで、これはね、まあ、あなたの過去に、過去、今かもしれないけど、まあ、終わったことっていうことなのでね、過去になんかいろんなことをね、経験されてる方だと思います。で、まあ人間関係、ソードっていうかね、剣のカードなので、人間関係だとか、あとやっぱ仕事に関してね、すごくこう、悩んだりとかしたことが多かったと思うんですね。で、まあそういうあなたがスピリチュアルなことに向いてるかどうかっていうのは、やっぱし、そういうことを知っているから温かく人を受け入れてあげることができますよって出てるんですね。だからまあ、向いてるか向いてないかっていうのはなんていうの、向いてとは言えないような気がします。まあ自分の魂のことやからね、余計そう思うねんけど、向いてるか向いてないかっていうよりは今までの経験をどんな風に活かせるかっていう形になると思うので、スピリチュアルで人の例えば相談役に乗るとか、あと、自分が経験したことを踏まえて人に対してなんか他の人はこんな風にも思ったはるよとかね、そういうことを 言っていってあげることができる人だと思います。で、ね、それを仕事にしたらどうなのかっていうのは、お仕事にするっていうのはちょっとあんまり向かないかもね。お金儲からないよとは出てますけど、うん、そんな感じかな私。はい、はい、ね、じゃあちょっと私もね、見ていきましょうね、はい、まず、初めに、出てきたカードはこういうカードが出てきました、これは経験から学びましょうっていうカードですね。さっき、クイラちゃんも言ったように、うん、ご自身のいろんな経験が、また人に寄り添っていくためのね、糧になるっていうかね、まあ、役に立ちますよって。で、そして、その次のカードがこういったカードですね。これは妥協してはいけませんっていうことでね。だから、あなたの心を信頼するっていうことが大切。で、妥協ではなくてね、やっぱりあなたの心で、動いていきましょうって言ってますね。
向いてるとか向いてないかとはではなくって、あなたの心が何を求めているかですね。ああ、なるほど。はい。そうすることによって、それを信じましょうって言ってますね。あなたの心を信じましょう。あなたは、自分の心を信頼することによって、心の英知に従うこと、ね、自分の心に従うことによって目に見えない、恩恵がもたらされますよって。だから目に見えない恩恵というのは、まあ、こう、いきなりこうビジネス的なことではなくてね、やっぱりこういろんな意味で、温かいサポートがやってきますよっていう意味かな。まあ、それが、いずれは、あなたが、まあ、あなたの心の、持っていき方によってね、まあ、いい風に、なっていきますよって。だから私もそうだけど、こういうスピリチュアルのことをこうさせてもらってて、特にこれで私、すごく収入があって、っていうわけではないかなと思うんですけど、まあ、なんとなく、過ごせてるっていうかね、まあ、豊かな気持ちにはなれてるかなと思うので、まあ、そういう意味ではね、いいかなと思ってるんですよ。だから、まあ、これをビジネス的に、考える人にしたら、ちょっと、ああしないとこうしないとっていうのがあるのかもわからないんですけれども、まあ、私的には、まあ、これでいいかなと思って。あらあら、ちょっとクエラちゃんが、ちょっと落ちちゃいましたね。どうしたんやろ？ちょっと待ってくださいね。あらら。ちょっと、どうかな？また、つながりましたらね、すぐに、皆様にも、ご連絡したいと思います。ね、ごめんなさいね。じゃ、ちょっと、切れちゃいましたね、クイラちゃん。クイルちゃんに、ご質問してくださっても大丈夫ですよ。はい、チャットもできますから。はい。ね。まあでも、カモさんは、習うより慣れろっていうだけに、まあそうですね。カモさんもその企業に関してだし、田中英さんもご自身の経験ね、これからね、あなたを支えてくれますよって言ってますよ。はい。どうかな、クイラちゃんどんな感じかな。じゃ、ちょっとつながってみたいと思います。あ、いけたね。うん、いけたいけた。はい。びっくりした。うん、どうしたんやろね。急に。しなかったけど突然、ね。急に、うん。固まって、なんか固まってるかなと思ってるうちに切れちゃって、はい、よかったです。はい、もうね、やっぱりまだね、こういうのもね、私たち使い慣れてないかもって感じですよね。そうそう、うん、ね、みんなが頑張って。うん、ね、まあ、こういうね、こういう、なんか、よもやま話的な、なんかこうね、お話ばっかりで、あれなんですけれども、まあ、そうね、やっぱこう、スピリチュアルの、またこういうことする方も増えてますからね、最近ね。うん。結構、昔よりもっていうか、なんか、うん、あ、まあ、自分がそういう世界に入ってるから余計なんかもしれんけど、そうかな。うん、うん、でもなんか、まあ、わかりやすくというか、わかる人が増えてきてるよねっていう感覚があるかな、今。そうやね。うん。ねえ、まあ、そうね、まあでもやっぱり、こう、私もこういう、セッションさせてもらう、うん、まあ、機会が多いんですけども、うん、うん、やっぱりこうね、その方のいいところをね、やっぱりこうちょっとこう、お伝えした時の皆さんのなんか、進歩がすごいなと思って。なるほどね。うん。まあ、別に、こんなん言われたから、こうしようとかじゃなくてね、多分、その時に感じられてることを私たちが伝えるから、だから、うん、やっぱりそうなのかっていうところかなと思うんですけど、うん。うん、で、まあ、ちょっと、こう、
厳しいね、セッションもあるかなと思うんですけどね。それはそれでね、大事な時もあるかもわからないんだけれども、ね、まあ、それよりも、まあ、まず行動に移すっていうかね、この、せっかく生まれてきたから、この現実をちょっと、いろいろこう、生きていくっていうことが素敵かなと思うんですけどね。うん、そうね。そうそう、まあ、今、コメント来てないから、よもやま話を続けるけど、はいはい、やって、うん、どうぞ。この間さ、うん、そう、東京行った時にね、うん、ちょっと撮影があったんですよ。うん、その撮影を、まあ、するとこでね、よろしくお願いしますとか言って入るじゃないんで、うん、まあ、スタジオやったので、うん、そこでこうカメラマンさんがね、こう構えてくれはんねんけど、じゃあ撮りますよって言って動画を撮ってくれたはったんやけど、ライトがさ、点滅すんやんか。いきなり切れるし、うん。で、接触が悪いんやねって言うたはってんけど、うん、明らかになんか違う形でついたり消えたりついたり消えたりしてて、うんうん、なんか、あ、まあもしかしてなんかそれっぽいなと思ったから、私ちょっと、こっち側でこそっとお経を上げてたら治ったんやけど、うんうん、なんかね、まあ、悪いものじゃなかったような気がしたから、うん、なんかね、面白かったよ、なんか、うん、遊んでる感じやった。あ、うん、遊ばれたよね。まあ、これ、ね、これ、これって、今から始まるんやから、これ、これって感じだったけど、うん、なんかね、ここにいるよ、みたいな感じで、分かってるよ、みたいな。ね、いや、まあね、そういうね、霊的なこともね、私ついてるよとかね、どうやろうとかっていうのもね、ね、まあ、それもまあ、言ってもらえるのはありがたいかもわからへんけど、ね、うん、まあ、そういうこと言ってもね、ね、霊がついてるようでありがたいとは思わへんかもな。まあ、まあね、神様がね、ついてるようやったらね、ありがたいかなと思う。うん、まあね、それもいろいろやけど、でもまあ、ね、私たちはまず自分の、守護霊様っていうかね、自分自身にね、見守られてるっていうのをね、しっかり信頼してる方がいいかなと思ってね。そうそうそう、チャットの方でね、ご質問来てるんですけどね。ほんま？うん。はい。田中英さんは、あんこさん、クイラさん、お二人の心温まるお言葉、ありがたく思いますということでね、こちらこそ。関西のおかんから来てまして、はい。はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。私は主人の借金など、他にもいろいろとありましたが、これからも夫婦としてやっていけるのかどうかお聞きしたいです。よろしくお願いします。結構これ、あれかな。そうやね。でね、うん。じゃあ、やってみようかな。はい、でね、まあ、クエルちゃんが喋って、やってる間はちょっと喋っとこうかな。うん。まあ、ほんまやね。まあね、夫婦っていうのはね、まあ、ある意味、ソウルメイトっていうのは、ある意味、素晴らしく、ハッピーハッピーの、ラブラブが、ばっかりではなくって、お互いが、成長のために、いろいろ、こう、磨き合うっていうこともあるんですよ。で、もし、本当に、毎日毎日喧嘩ばっかりやったらね、もう別れたらいいかなと思うんですけど、やっぱりでもご主人にちょっとでもいいなって思えるところがあるんだったら、ね、こう、良くなる努力とか、やったことなかったかなと思う気持ちがあったら、できたら、お家の中で、てかね、ご主人、借金作られたら腹立つなと思うけど。でもね、はい、出ましたよ。出ましたか。ね、まあ、ね、借金も作ったりとかいろいろあったんやけど、うん、それでもね、ご主人のことをあなたは好きですよって出てるのね。うん、まあ、ご主人がすごく優しい方だったり、まあ、その借金を、例えばギャンブルとかで作ったのかどうかがちょっとわからないけども、うんうんうん、なんかね、そういうことも許してしまえるあなたがそこにはいますって出てるのね。で、今現在っていうとこがね、まあ、チャンスのカードが出てるから、そうね、どんなことがあっても、なんやかんや言いながらね、あなたはちゃんと、夫婦としてやっていけはる素質があるんだと思います。で、アドバイスもね、ウィッシュカードが出てるんですよ。だからこれってね、夫婦として、
何かを乗り越えていくときに、こう、どないかして、どないかしてちゃんと片付けていくことができますって、これ、どっち向いてもね、OK、成功しますよっていうカードなのでね、少々時間がかかろうが、あと、時間をかけなくても成功しますよっていうカードは出てますね。ただ、時間が少しかかったりするので、展望をね、次の展望をこう、見られないんちゃうかなって思ったりするかもしれへんけど、でも、最終的にはね、神様からのね、ちゃんと、アドバイスも受けて、自分たちなりの、家族のあり方をちゃんと人に見せることもできるし、自分たちが納得する、家族でいることができるので、頑張れると思います。ただ、お母さんというかね、あなた自身は少しだけね、女性であることっていうのを、諦めるって言ったらあれやし、まあ、ちょっと強くなる感じかな。あなたがその女性らしく、こう優しくいられるんじゃなくて、時々強くなったりはします。でもそうすることで、ちゃんとした家族がね、みんなやっていけるんですよっていうふうに出てますね。で、あまり強くなりすぎないでねって。出てますので、うん、まあ、総合的にやっぱしね、このままやっていきますかっていうことに対しては、そのままでやっていけると思います。あなたも頑張るし、もちろんご主人も頑張っていかはると思うので、いい家庭をね、作っていってくださいね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。せやね、じゃあ、私もちょっとカードを引いてみましたからね。はい、まずこの優しさというね、カードが出てきましたよ。これはご主人が優しいのかな？あなたが優しいのかな？二人が優しいんでしょうね。そして、真相心理をこうね、探ってみましょう。あなたの、心の底ではどうですか？ご主人のことが好きですか？それとも、どうですか？許すことができていますか？そういう、ことはね、サインとしてやってきますよって。ね、そういうサインをね、ちょっとこう、やってくるよって言ってますよ。で、本当に、もし、ご主人がそういう、ちょっと、どうかなと思うとき、あなたが本当にね、すごい力が出るじゃないですかって言ってますよ。そう。男性だからこうしないといけない、女性だからこうしないといけないとかっていうんではなくて、あなたに素晴らしい力が授かってくるし、お互いがこう助け合うっていうことで、前を向いて生きていくっていう喜びもあるのかなって言っています。優しさ、そしてこの深層心理、あなたが何を感じているか、ただそれだけでいいかなと、それをサインで教えてくれてますということです。ありがとうございます。いいですかね、はい、うん、いいご夫婦ですよ ね、きっとね、なんか優しいんだろうなっていうのが、そうやね、優しさって出てきましたね、うん、はい、続いて、ソラさんですね。おはようございます。アンコさん、テリーさんの時から見ています。ありがとうございます。今、新しい切り替えに感じていますが、模索、しながら進んでいます。メッセージお願いしますということですね。はい、じゃあ、見ていきましょうね。うん、あんこさんの、ごめんな、あんこさんのそれはチャットのとこを見てる？あのね、これね、チャンネル2を見てる。ああ、そうかそうかそうか、OK、うん。いける？うん。見れた？よいしょ。あ、うん。ごめん、ちょっとあんこさんから言ってもらっていい？ごめん。ああ、いいよ。じゃあちょっと待ってね。うん、あ、私から言ってくの？っていうか、うん、私ちょっと、ごめん、違うことやってて。あ、そうなんや。でね、じゃあちょっと私はね、過去生から見ていきましょうね。あなたのね、得意な、楽しかったことね。はい、なんかね、なんかそうですね、なんかあなたが一生懸命こうね、手作りしたものをね、こう窓際とかね、なんかこう陳列っていうのかな、こう飾っていってる、そういう姿が見えるんですけどね。これはね、アジアの方ですね。アジアの方で、バリーとかそういったところかな。あなたが一生懸命こう、手作りしているものを、そして展示しているっていうかね、飾っているっていうかね、まあ、売っ
ってるんでしょうかね。あなたはね、すごくアイデアマンですね。そして、まあ、手が器用で、ね、そのアイデアを、ものとしてね、作り出すことができてね。そして、それをね、ビジネスとしてね、売るその、才能もありますよっていうふうに、あなたの過去性が伝えています。ありがとうございます。はい、クールちゃんどうですか？そうですね。まあ、お金にはなっていきますよっていうかね、商売はできていけるんじゃないかなっていう感じのカードが出てるのと、はい、あと、まだまだね、そのいろんな形の展望が見えますっていう形ね。で、今まだこう家の中から外を覗いてる感じやから、またこれからもっともっと始まっていくことだと思います。で、もっとね、欲を持ちなさいって出てるので、その、どんな風にこう考えているのかとか、その、この次にはどんな風に展開していくのかとかね。なんかいろんなことをね、もっともっとしっかり考えてやっていくのがいいと思いますよ。はい。そうですね。はい、そしてね、豊かさの恩恵っていうカードが出てきました。ね。うん、もうこれからはね、あなたは、その豊かさをね、受け取ることができますよって、受け取ってくださいねって言ってますよ。ね。ひょっとしたら、まあ、自分でこう、そういうのを拒んでたかもわからないね。豊かさを受け取るのをね。で、そう、勇気を出しましょう。ね。そう、今ね、模索しながらね、ちょっと勇気を出してね、やってみたらどうですか？あと、信じましょうって言っています。このカードね、結構よく出てくるんだけど、はい。信じる心が大切ですよ。はい。ね、よろしくお願いします。ね、いいなと思って、やりたいことをやっていきましょうね。ありがとうございます。はい。はい。ナムさんですね。おはようございます。バイト先、店主は体調や感情の復帰のある人で、昨日は、不穏、うん、不穏な空気感の中。うん、で、私がミスをし、しまして、退場命令からだ。ミスは改めることですが、罪悪感や、自責の念がなくて、自分でも不思議です。この出来事からのメッセージをお願いします。はい、どうでしたか？はい、ごめんね、さっきこれをやっててね、そかそか急に違うことをやってから。ごめんね、すいません。ごめん。物事をね、そこの同じ立場に立ってないんですよね。その悪い意味じゃないよ。同じ立場に立つんじゃなくって、物事を俯瞰して見てるあなたがいます。だから、鳥になってね、こう上空から、あんなことになってるなっていう感じのあなたがそこにいるから、自分自身がその場に、その場から、その場にいてたらやってられへんって言ってしまったらあれやけど、でもこう、感情の起伏の激しい方やったらね、なかなかこう、合わせていくのも大変なので、私が言うと一旦言うたり離脱するみたいな感じになんねんけど、その場からスーッと退場した状態で、こう、他の立場から第三者の目としてこう、あなたを見てる、あなた方と、店主さんを見てる感じになるので、だからこう、失敗したことのミスは認めるし、今度はやらないようにしようって思う気持ちはあるんやけども、なかなかこう、罪悪感っていうところは自分自身にいないからこう浮かばない感じ。で、それよりもなんかそんなことしてたら、なんか、店主さんのね、ご家庭とか、周りの人が大変やろうなっていうような形で見てはるんですね。で、私はこれは、すごくいい形なんやなって思うんですよ。同じ舞台に立つと、喧嘩してしまいたくなるんですよ、どうしてもね。何言うてんねんっていう気持ちもあったり、失敗は、まあ、してしまった自分が悪いけれども、まあ、それでもそんな言い方ないやんとか、退場命令なんかせんでもいいやんぐらいのね、ことを思ってしまいがちやけど、そうやってこう、うまいこと、気持ちをその俯瞰して見れる方っていうのはすごく、上手な人付き合いができていけるんじゃないかなと思います。だからこうね、成功のカードっていうかね、ウィッシュカードが出てるんやと思いますよ。その、まあ、
失敗したことに関してはね、こうちゃんとミスは改めるっていうのは思ってはるので、あとは別に大学間とかね、自責の念とかがなくてもいいと思いますので、うまいことやっていく方法を探すっていうのが一番大事かなと思います。以上です。はい、じゃあ私の方はね、こういうカードが出てきたんですよ。これはね、賢明な決断ということで、そうですね、自分の行動に少しでも違和感があれば、本来の目的から外れてしまっているので、軌道に乗るということは時に一番厳しいと思える道を選ぶこともありますということで、あと、そうね、よく考えてみると失敗からの学び、最大の学びっていうものもありますよっていうことと、そうですね。もし、あなたがね、なんか違うなと思ったら、今そこにあなたがいることが違うんじゃないですかって、いうことですね。だから、別に、そう、あなたがその、ミスこうとかっていう、まあ、以前に、体調とか感情の復帰のある人でっていうところから、そこのお店働きにくいですよね。だから、まあ、もちろんそこであなたが、努力して合わせていくっていうのもお仕事の一つかもわからないんですけれども、まあ、やっぱり、心からね、気持ちよく仕事ができる方がいいかなと思うんですけど、で、やっぱりこう愛するっていうね、ところから、もう一度、感じると、さっき、クエルちゃんが言ったようにね、相手のことも思いやってとかね、そういうところで、一遍考えてみて、でも違うかなと思ったら別にそこをやめるのも一理あるかなっていう、新しいところね、で、まず、今回のこの出来事に関しては、祈りましょうって言っていますそうね。まあ、そうだね。あと、ちょっと待ってね。で、今回ちょっとあったことをね、ちょっとあなた的にこう、書き出してみてもいいかなって。これはね、この、あったことっていうことが、なんか、またあなたの新しく、道が開く、チャンスにもなるかもわからないので、ちょっと書き出してみるっていうのもいいかもわからないですね、こんなことがあったっていうことはね。はい。ありがとうございます。マロンさんね、ちょっと抜けててごめんなさいね。あんこさん、クイラさん、おはようございます。今の収入がなくなるので、仕事を探さなければいけませんってね、なので、適職を知りたいです。よろしくお願いします。ということですね。適職の、最近多いよね、適職。そうやね。みんな探したもんやね。そうやね。よいしょ。はい、どうですか？大きいカードは出てるんだけど、今ちょっとまだ準備不足とは出てるんですね。次のところに行くのに、まあ、多分ね、準備っていうのはこう、技術とかそういうことじゃなくって、ほら、気持ちを新たにしていかなくちゃいけないっていう意味だと思うんですね。で、まだ終わってないことがあるんでしょっていうカードですね。ゆっくり終わらせていく、まあ、やめていこうとか、気持ちを整理していこうとかって終わらせていくことができたときに、まあ、新しいことが始まるっていうかね、お金になることが始まるとは出てるんで、で、まあ、どんなことに向いてるのかなっていうのはね、こうやってほら、まあ、ナイトのカードなんやけど、一番こう、活気がある感じのナイトなのね、このカードって、ね。だから、まあ、変な話、物を運ぶ仕事とか、一つのところにじっとしてないで動き回る仕事、外を動き回る仕事っていうのが、向いてるんじゃないかなと思いますよ。まあ、もちろん、配達員さんとかもそうなんやけど、営業さんっていう感じじゃなくって、お店にいる人ではなくって、
で、こう、訪問していく感じの仕事。うんうんうん、で、たくさんの人のお家を回っていくっていう形かな。うんうん、なんかそういう仕事も向いてるんじゃないかなと思いますよ。そうやね。私もちょっと、見せてもらったんですけれども、まあ、洗濯してる姿が見えて、というか洗濯を干してる姿が見えたんですけど、まあ、今、ひょっとしたら、あなた自身の中をちょっと整理整頓っていうかね、する時期に入ったかなっていうことなので、しばらくね、ちょっとこう、もう、自分の中をこうクリーニングする的なね、感じでもいいかなと思って、あとそのあなたの優しさ、そしてね、家事がお得意なんかなと思うんですけども、そういうので、よくヘルパーさんとかね、その介護士とかってなるとしんどいかもわからないんですけど、まあ、なんかあなたを求めている人もいるんじゃないかなと思うんですよ。あなたのその几帳面さ、家事の、いいところできるところ、そしてその優しさっていうのはね、なんか求められてるかなと思いますよ。そして今しばらくね、ちょっと自分をね、こう今ちょっと癒すっていうかね、そう、さっきね、まだ終わってないんじゃないですかっていうところをね、ちょっとこうちょっと、見ていくっていうことが大切かな。で、ちょっとマロンさんにもね、カード引いてみましょうね。はい、こんなカードが。あ、これいいじゃないですか。成功ですよ。ね。これ成功なんです。成功に導かれますよ。ね、大丈夫、心配しないで。ね、そして音楽を聴いてね、ちょっとね、リラックスしましょうよ。大丈夫だから。ね。はい、そして、そう。あなたには愛があります。大丈夫。一番強いですよ。ね。マロンさん、元気出してくださいね。はい。ありがとうございます。はい、カモさんから、クイダさん、アンコさん、ありがとうございました。以前の勤務先は、実はとっても大きな、ところなので、時間がかかっても取引できるようになれば、画期的なことと思います。時期を見ながら、慎重に進めたいと思います。はい、ありがとうございます。ね、そうですね。あと、ジャムさんから。はい、あ、ジャムさんね。はい。弟がいつ結婚できるのかお願いします。はい。来てますね。で、弟さんのことでね、まあ出してみたら一番初めに出たのが儀式のカードなんですよね。だからね、すごい。結婚で儀式って出るってことは、うん、結婚、結婚考えてはる人がやはるのかなっていうふうには思いました。あと、アドバイスとしてもなんかどんどん行きなさいっていうカードはね、これもナイトのカードですけど、男の方でナイトが出て儀式のカードが出たら行きなさいってことだと思いますね。で、ただね、気持ちのところにね、何でか知らないけど、この、ね、どう見てもこうしんどそうなカードがね、傷ついてますよってカードが出てて、で、心の奥底は愛情で溢れてるんですっていうカードがあるので、まあ、もしかしたら、結婚を考えてる人がいるのに関わらず、なんかそこ、結婚ができひんような状態になってるのかなって思ったりします。だから、まあね、どんな障害があるのかは分かりませんけれども、自分の中で、これも結婚はできないっていうのを諦めないで、進んでいったらいいんじゃないかなって思いますね。で、あと、まあ、タロットカードね、こう何年も先のことがちょっと見れないんですね。今の気持ちでやっているので。で、だから1年を通して、まあ何ヶ月後くらいにいいかなってね、結婚がいいかなって思ってみたときに、3ヶ月後もナイトのカードね。あと、7ヶ月後にチャンスのカードが出てるので、まあ、年間2回そういうチャンスは来ますから、自分の中で結婚できないって諦めないで、頑張って、その人でどんな風にしていくか、どんな風に幸せにしていってあげたいのかな、とか、いうことを、まあ、最後のカードがね、悪魔のカードなので、ちょっと、まあ、欲を持ちなさいっていう意味もあるし、もしかしたら、ご結婚されてる方なのかなと、ちょっと思ったりもしました。うん。でも、誰もいないわけじゃないと思いますね、この方。はい。だから、結婚しようと思えばできると思います。で、来年にもそのチャンスが回ってきますので、頑張るように弟さんに言ってあげてください。
はい、以上です。はい、はい。じゃあ、私の方は、この、ムーブっていうね、動くっていうカードが出てきましたよ。はい、動きますよ。なんかこう、ちょっとこう、体を動かせっていうような意味もあるんですけど、でも、事態が動いていきます。そしてね、本心っていうかね、本音をね、こうちょっと話しましょうって言ってますね。だから、本当に、この弟さんの本音を聞いてあげるとかね、あなたが思っていることを伝えるっていうかね、それをこう、するといいですね。そして、やはりこの日常生活にあまりにも追われすぎてね、自分を見失っているっていうところもあるし、まずそういう時間がない、これがない、あれがないっていうふうに思い込んでいるところもあるので、その辺を少しね、外していくといいですよ。ちょっとこう、違う視線からもね、見るといいですよ。ありがとうございます。うん、ね、そうやね。ね、いいね、結構ね。うん、頑張ろう、私も。そうやね。そうです。皆さん、私募集中なんで、やって興味のある方、連絡ください、やって。そう、まあ、ほんとね、結婚も、その完全にね、信頼しきったからね、結婚するっていうのでなくてね、私も、またこの前に聖書に戻りますけど、あなたは主人、ご主人のことね、信頼してますかって聞かれて、私、お前、ってなって、ね、ほらっていうふうに言われてしたんやけど、いや、それはまあ、根っこのところでは信頼してるから、ここにこうして一緒にいるんだけれども、でも、お互い、やっぱり個性が違うからね、なんか価値観も違うところいっぱいあるしね。まあもちろん根っこのところでは、価値観が同じかもしくは似てるからね、こうして一緒にいてられるのかなと思うし、ご縁があってね、ここにいるんだと思うんだけれども。だけど、やっぱりこう、お互いがね、やっぱ努力も大切やしね。で、やっぱりこう、本当に、そうそう、根っこのところっていうか、なんか、いいなと思うところがあったら、まず、寄り添ってみるっていうのもいいかなと思いますよ、ね。うん。そうそう。だって、短い人生やしね。うん。だから、その、高校生の魂が生きてるうちに頑張って恋愛はしないと。って、最近思うようになったから。大丈夫よ。もうすぐやから。って。皆様にお願いがあります。この、ユーストリームの画面の上にスピリチュアルランキングの青いボタンがあります。これポチッと押していただいて、そうすると、今回5位ですね。スピリチュアル TV っていうところがあるんです。ここまたポチッと押してもらっていいですか？はい、また、先ほどの画面に戻ってきました。はい、そうすると、いい感じですので、よろしくお願いします。はい、始まった時に私もコソコソ押しておいたけど。ありがとうございます。サラさん、クイラさん、アンコさん、ありがとうございました。中から外を見ている状態、いろんなことを、興味、持っている状態、物欲もあまりなし、など、納得です。っていうね、アンコさんの見てくれた、過去性もアジアは意外でした。言われたことを、は、今、そのものでした。そうなんや。アイデアを活かせるといいなと思います。素敵なメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、ほんとね、どんどんね、ピンときたことね、やっていくといいですよね。で、この、楽しいな、本当にウキウキしてるなっていう、その気持ちの、元に、行動していくと、いいところ、楽しいところ、どんどん繋がってきますよね。そうそうね。で、どんなことがあっても、すべてね、違法にしか向いてませんから。ね。大丈夫よ。チャレンジしてみましょうね。ってね。うん、楽しいことが待ってるよって、思いながらね、生活してると面白いよ。いろいろやってくるから。そうね。そうやね。こんなとこにこんなんあったんやって思ったりもするしね。そうやね。ね。そう。あ、ちょっとまた、テディコンの、ちょっと PR をしたいと思います。いいでしょうか。はい。今、もうすぐですね、あと1ヶ月もなくなり、1ヶ月かな。11話もないないな。あと2週間かな。2週間もないかな。16日やから、もう2週間もだよね。ね、そう、テディコンがやってきます。はい。皆様、よろしくお願いします。
まあ、ワークショップとかもね、いろいろ素敵なワークショップがあります。あとね、朝ね、10時からやったかな、テテコン始まるのがね。で、始まる前には、佐々木恵美子さんが、ね、クリスタルボールを使って、祈りを捧げる、そういうことをしてくださいます。前回もね、テディさんを、まあ、思って、クリスタルボールの、誘導に従ってね、祈りを捧げることができました。とてもね、いい出始めができますので、少しね、皆様も、早めに向こうに行くことができるよと思われる方はね、来ていただけるといいなと思いますね。一緒にこう、クリスタルボールでね、テディさんにも、皆さんにもご挨拶しながらね、やっていけたらいいなと思っています。10時からですのでね、よろしくお願いします。はい。以上です。はい。テディコンは結構人いっぱい来はるの？そうですよ。もう、この前もね、いっぱい来てくださって、今回も、ね、出店者さんが、115名ですね。そうね。はい。はい。で、ね、まあ、あとワークショップの方もね、いろいろこう、準備がありますのでね、楽しんでもらえたらいいなと思いますね。ワークショップはね、11時からは佐々木恵美子さんの、今世の地球に来た目的を思い出す、ね、地球に来た目的を思い出すことができるよって、あと、ミカエルさんが愛についてっていうね、お話をしてくださいます。そして、そうですね、野村節子さん、このスピリチュアル TV のね、看板ですね、野村節子さんが、はい、地球外、知的生命体とのコンタクトの行方ということで、宇宙の進化と、地球の変容ということでね、あと、そうですね、池川明先生ですね、お空の上と魂のお話、ね、いいですよね、聞いていただきます。はい、ね。はい。こちらはね、15時30分からね、です。3時半からですね。あと、ワークショップもね、あなたが生まれてきた意味を知る、バーズコラージュっていうのがありますね。滝岡さんっていう方ですね。弥生さんですね。はい。あと、そんな感じかな。もうぜひぜひね、遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。お待ちしています。はい。そして、ごめんね、お話が戻ってきました。うん、はい、ナムさん、そうなんです。これなんて読むのかな、うん、ナムさん。ナムさん、そうなんです。何やろ余計に相手の怒りを買ったようですってね。明日からバイトどうしようかなと思ってました。あ、そっか。余計に相手の怒りを買ったようですから。なるほどね、どうしようかなと思ってましたが、出来事をチャンスと受け止めて、霧のいいところでそのバイト先から卒業。そうやね、愛を持ってね、もう学んだ。いいですね。これね、学びかなっていうことでね、素晴らしい発想です。はい、応援します。頑張れ。頑張れ。ね。はい。ナムさん、はい。ありがとうございました。ね。こちらもね、本当に、こうしてね、ご質問いただけると、ね、すべて自分の心にも響いてきますからね、大歓迎です。ありがとうございます。ね。そうですね。なかなか、みんなも日曜日の朝からよく見てくださって本当にありがたいことに、ね、ありがたいね、本当にね、ね、まあ本当にありがたいですね。私もなんか最近一番初め今年の1月からね、ここ出させてもらって、もう一番初めはなんかドキドキしながらね、ドキドキするのって多分 1,2 ヶ月で私は終わるんだけどこうね、大丈夫かな大丈夫かなと思って待ってた私がなんかね、態度がどんどん大きくなっていくっていやでも、まあ、大きいのはまあ私ら丸々コンビやからね大きいんやけれどもそうね、でも伸び伸びね、お話しさせてもらった方が、きっと、見てくださってる方もなんかご質問もね、なんか伸び伸びね、ご質問していただいたらいいかなと思うんですよってね。なんかこう、二人を見てほっとしてもらってね。そうやね。
まあ一番いいと思うよ。うん、そう。で、まあ私ね、本当、まあこの最近ね、ちょっと感じたことなんですけどね。まあ、どんなことがあったとしても、何をしてきたかとしてもね、今やからね。ね、今私が何をしたいか、ね、今私が何ができるかっていうところでね、今最善をね、やっていけたらいいなって。で、なかなか、自分に本当に正直に素直にって私思ってるんですけども、本当に自分の、心が、何を求めていてね、今何をしようと思っていてっていうところもね、まあ、こう、ほら、ほこりがファーっと舞い上がってるような状態やからね、スーッと落ちるまでちょっとこう静かにしといてね、いろいろ受け取っていこうかなっていう時期もね、必要かなとか思ってるんですよ。なるほどね。いつもいつも忙しくね、自分にひらめきをね、どんどこどんどここうね、やっていくのもそれも素晴らしいし。だけど、本当に今ちょっとこう、ストップして、ちょっとこう穏やかな気持ちで、自分と向き合ってみるっていう時期も大切かなと思うし。なるほどね。そうそう、個人個人のね、やっぱし、今何をするときっていうのがあるから、うんうん、まあ、私としては今までずっとこう、我慢してたわけじゃないんだけど、うん、まあ、自分の中でね、こう、潜めてた、うん、まあ、思いを潜めてたわけじゃないな。自分の中でこう、温めてたものが今前に出てきてるときなのね。だから、まあ、それは自分の、人生の中の、まあ、段取りとしては、うん、今から頑張ってもっともっと前に出ていきましょうっていう時やから、うんうん、どんどん私もそういうふうに、まあ、チャンスがあったら行こうかなっていうふうに思ってるし、うん、なんかそうそう。だから、今期も本当に今期が回ってきてるからね、今。あ、すごい。そう。で、回ってきそうになった時になんか、結婚っていいものなんだなってやっと思えるようになったから、うんうん、それもすごいなって、もう自分ってこう、その、気の周りを、うん、正しく受け取ってるなって思う。あは。うん。そうそう。だからまあそういう意味でもね、あなたが今思ってることとか考えてることは、うん、もしかしたら切り替わりの時なのかもしれないしね。うん。うん、だから、みんな、気を感じて、人の気を感じて、自分の気を感じて、まあ、上手に本当はね、動いてるんだけど、どこかでこう、ちょっとつまずいてる時とかね、うん、あったら、相談して、欲しいなって思うし、うん、ね、ちょっとでも手助けになれたらいいなと思ってますし、ね、うん、私も結婚頑張るよ。せやね、せやね、うん、そうそう、まあ、私は今、まあ、ちょっと洋裁をね、ちょっともうちょっとやりたいのと、まだまだ本を読んだりとかね、あ、年末やからね、お家なんか片付けてね、それをしなきゃね、まずね。ね、年末やからって言って片付けるっていうことは私の頭から消えていく。でも、こうやって見る限り、クイラちゃんとこの部屋すっごくスッキリしてて、可愛くて綺麗かなと思うね。この部屋やろ？この部屋、うん、私の部屋なんやけど、うん、この家買ってもう12年ぐらいなんやけど、うん、この部屋で寝たことって2、3回しかない、ね。いつもどこで寝てんの？リビング。嘘ー、ま。なんで？床暖なんやん、リビング。うんうん、で床暖やし、もう、ちょっと寒くなったら、もう床暖ほこほこしてるから、うんうん、ここで、ずっと、うん、布団も下に持って行ってるので、ここで寝てる。そうなぁ。そうやね。ほんで、あったかくなったらあったかくなったで、うん、邪魔くさいって、なんでやろうな、ここ、本当にスッキリしすぎてるよ。いいやん。でもいいんやけどさ、うん、星もよく見えるから、いいまあ、多分UFO 見えたらすごく見えると思うねんけど、いいもうすごくいいとこやねんけどね。だからこう、窓の景色を見るたんびに、あ、やっぱりここで星を見だなって思うねんけど、寒くなったらそこから動きたくなくなるんだ、そうなんや。なんか、まあ、リビングってね、みんなが集まって、あったかいところやし、いいかなと思うねんけれども、ね、でも、やっぱちょっと、まあ、もうそろそろちゃんと寝ようと思ってるけど。ねえ、まあ、私はね、それね、これからね、まずね、12月15日ね、もちろん16日のテリコンに行くために東京行くんですけども、15日は、そう、自分自身としっかり向き合って、新しい年を迎えましょうっていうことで、正しく安全なリーディングをお伝えします。
ちょっと変な言い方やねんけれども、まあ、リーディングっていうのは、もうすべての人ができることなんで、ね、ちょっと自分のことを信頼するとか、ちょっとね、意識をちょっとこっち、方へ持っていくと、より安全ですよっていうようなこととか、お伝えしようかなと思ってまして、12月15日、金曜日です。ね、10時から、12時50分っていうことで、ね、朝からやからね、お仕事の人はちょっと難しいと思うんですけど、うん。浅草橋っていうところのね、レンタルスペース&カフェ、パズル、っていうところでね、させていただきますね。はい。で、その後、まあ、ランチをね、しながら、うん、シェア会をしようかなと思っています。ね。もし、お時間の、ある方とかは、ぜひね、お越しいただけたら嬉しいなと思っていますので、まだまだね、前日までね、申し込み受け付けてますので。なるほど。よろしくお願いします。ね、一緒にね、ランチも行けるし、いいかなと思う。まあね、朝からは無理やけど、ランチ会ぐらいやったらいけるっていう人も、OK です。なるほどね。はい、ぜひ、お越しください。そして、テリコンね、本当にね、素晴らしい先生方集まってこられてますので、ね、お越しいただけたらなと思いますね、よろしくお願いします、クエルちゃんどんな感じですかこれから今日の話なんですけど、うん、今日はね いつも日曜日お店は私は出てないんやけど、うん、今日はお店に出ますだから、はい近くの人もし来られることがあったら別に占い師には来なくてもいいですよ。売ってるものを見に行くとかね、来られることがあったらまた寄ってください。で、あと12月17日やね、うん、癒しスタジアムの方は出させていただきますので、はい、また大阪ね、近所の方いらっしゃったら、まあ、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。私も行ってます、17日。忙しいな。そう。16日、テレコン終わったら、ダッシュで帰って。できて、17日は、今回はね、ちょっとね、壁際なんですよ。お友達とね、3ブースで出るから、で、ちょっと壁際で、で、幸せの玉手箱っていう名前で、出てますから、ね、あんこさんいてへんわって思ってね、されたらあれなんで、幸せの玉手箱で、出てますからね、ぜひね、まあ、17日、大阪の関西の方はね、遊びに来てくださいね。ね、クイレちゃんのことね、私とこ来てくださいね。まあ、いっぱいありますけど。そやね。そやね。ね。なんか、丸、そうなんね。ちょっと目立つかもわからへんね。ね。そう。結構人の待ち合わせ場所にされたりするにゃんか、私。そうなんや。手ちっちゃいのに、うん、手ちっちゃいのになんか目立つみたいで、なんかどこにいるかすぐわかるからって。そうね。ね、まあ、私たちも頑張りましょうね。ね、本当にね、ジャムさん、はい、あんこさん、クイラさん、ありがとうございました。弟は一体どんな恋愛をしているのか、陰ながら応援することにします、ということでね。そうですね。ジャムさん、そう、自分の、感じていることとか、いろんな、弟さんとお話しするのがいいって言ってましたよ、さっきね。よろしくお願いしますね。ね、じゃあ、マロンさんね、あんこさん、クイラさん、ありがとうございました。まずは、自分の中を整理整頓と、癒して終わらせていただきます。ということで、適色も見ていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、今日もね、良かったですね。はい、ありがとうございました。ね、皆様、本当にありがとうございました。ね、またね、そう。また、この番組もまたしますので、ぜひよろしくお願いします。水曜日は鑑定団をまた放送しますので、よろしくお願いします。じゃあ、録画の方、止めさせてもらいますね。じゃちょっと、こちらに、一旦こちらに、します。ありがとうございました。さよなら。今日もいい一日をお過ごしください。はい、皆様ありがとうございました。